はい、私は先日まで豊島県会議員をやっていました津沢良司と申します。この度参院選東京選挙区に立候補するために豊島区議会議員の職を辞して立候補いたしております。都民の皆様、大きなお声でお騒がせして申し訳ありません。最近の党首討論などを見ておりますと、防衛費倍増、受験するというのに堅くなに反対しているのが自民さん以外なんですけれども、私考えました。5兆円の防衛費を10兆円にするのが嫌ならば、今のまま5兆円でいいから1兆円分の核兵器を持たせろと、とてもいい考えを思いつきました。北朝鮮ですら持てる核兵器なんですけれども、北朝鮮の経済規模は実は板橋区ぐらいだそうであります。板橋区は核兵器を開発して持てるのに日本国が持てないのはおかしな話であります。1兆円ぐらい今の防衛費をそれに割り振れば数千発の核爆弾が出来上がることは間違いありません。すでに日本はプルトニウム46トン持っております。これは世界一の保有量であります。どこの国もこんなにプルトニウムを持っている国はありません。46トンのプルトニウムはどんな量かと申しますと、長崎型原爆が6600発で作れます。長崎型原爆6600発分のプルトニウムをすでに日本は持っております。そこにですね、防衛費の倍増が嫌だというんだったら1兆円ぐらい核兵器に回せと、1兆円あったら何発核兵器核爆弾ができるのか分かりませんけれども、何百発という単位なことは間違いありません。今回のロシアによるウクライナ侵攻で我々は3つのことが理解できました。1つ、9条は日本国民を守ってくれない。2つ、核武装していない国は攻められる。1つ、同盟をしていない国は攻められる。この3つであります。日本はアメリカと同盟しておりますから、この3つのうち1つはクリアしておりますけれども、核兵器は持っておりません。そんなにそんなに防衛費を上げるのが嫌な野党の方々、共産党、社民党、立憲、令和の方々は運動運動やさなきゃ防衛費をどんなに使わなくても効果のある核兵器の開発に賛成してください。防衛費を増やすのが嫌だというんであれば、立憲や共産や社民党が率先して安上がりな核兵器持とうじゃんと言ってもらえるとおかしいんですよ。あの人らはですね、日本の防衛武器など一つもありません。それどころか日本を侵略しやすい国のままにしておこう、日々努力されております。9条なんていうですね、平和憲法でもなんでもないものを一言一句変えるなと主張しているのはその証であります。私はこういう防衛妨害活動に勤しむ方々を外観有事主義者と呼んでおります。
外界一主義者もしくは敗北主義者、日本の敗北を願う敗北主義者と呼んでおります。普通の国でしたらば、こういう連中はスパイ防止法で取り締まられ逮捕されるのが普通であります。ですが我が国は世界唯一スパイ防止法がない国であります。もう30年の前から日本はスパイ天国である、こう言われているにもかかわらず、自民党さんは一体何をやっていたんでしょうか。それとですね、改憲憲法9条8議は自民党さんは党の綱領で歌っておりまして、もう70年も歌い続けていらっしゃるんですね。よく飽きもせずにやっているもんだと思います。自民党さん、昭和の政治家は一体何をやってきたんだ。私たちが怒りたくなる気持ちもわからないでもないであります。ここでですね、今の世代で我々おっさんたちが憲法9条なんていうですね、日本人は黙って殺されるよなんていう罪悪法を子孫に伝えたならば、必ずや何十年か後にですね、あの時のおっさんたちは一体何をやっていたのか、だらしがない、不甲斐ない、無能すぎると批判されるのは間違いありません。ですので、これは孫の代にあの時のおっさんたちはと言われないように、我々が憲法9条なんてものを何とかしないといけないんですよ。共産党なのですね、70年間しつこく何億回も言い続けて平和憲法だってことにしてしまいましたけれども、あの文言をよく読むと、日本人は抵抗するなと黙って殺されてると、そういう文章であります。9条は平和憲法なんかでは全然ありません。私は平和憲法と呼ぶよりも無抵抗憲法と呼ぶべきではないかと考えております。9条は無抵抗憲法である、日本人は黙って殺されてよっていう罪悪法であるというのを選挙公報にも明記いたしました。約1000万世帯に織り込まれるそうですので、 1% の人がそれを見てなるほどな、お前は10万人であります。 2% はそうではない、憲法9条は無抵抗憲法であると思ってくれれば20万人であります。少しでも一人でも多くの方が共産党の嘘、9条は平和憲法なんていう大嘘に気がついてくれたらば、私が立候補者会があるというのであります。9条は日本人は黙って殺されてるっていうとんでもない憲法であります。なるべく早くなくさなくてはいけません。そうでないと子孫の代になじられ、そしられ、文句言われ、批判されます、非難されます。あの時のだらしないおっさん、それが我々なのであります。私が大声で憲法記事なんか今すぐなくせと叫びますので、皆様は小声で後についてきてください。よろしくお願いいたします。というわけで、東京選挙区に立候補しております福沢亮次、日本改革党でありました。私の話を聞いてちょっとでもいいな、思ったらばスマホなど
福沢と検索してみてください。私はですね、20代の女性のアイドルが出てきますんで、汚いおっさんの方をご覧になってですね、調べてみてください。よろしくお願いします。田中の皆様、今日はお騒がせいたしました。ありがとうございます。ひばりが丘駅交通行中の皆様、大きなお声でお騒がせしております。この度の第26回参院選挙に東京選挙区で立候補しております福沢亮司でございます。私たちは消費税減税してくれないかな、こういうことを公約に掲げております。なぜかと言いますと、皆様、実質税負担率という数字はご存知でしょうか。実質税負担率、これはですね、税ではないけど税金のように取られてしまう。例えば国保税、国保税は国保税って名前ついてるんで税金ですね。あとは、払わないと差し押さえもある現金なんかも実質税金であります。それに所得税、固定資産税、車両税、ガソリン税、もろもろ合わせまして、我々は所得の何パーセントを税金で取られているかと申しますと、日本の場合約 48.1% 税金で取られております。給料の 48.1% 取られております。低所得の方はこの割合が低いんですけれども、まあまあ1000万円を境にどん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 税金が重くなってまいりまして、今年とうとう税負担率が 48.1% になってしまいました。これどういう数字かって言いますと、私が20代の頃、30年前ですね、この頃は 36% だったんです、税金が。今は 48% であります。まるまるですね、消費税 10% 分上がってるわけなんですけれども、 48% って言いますと、重税国家のスウェーデンやノルウェーを笑っていられません。稼ぎの半分を本日という重税国家になっております、日本が。でですね、私は50代ですけれども、その頃の20代は夢も希望もあったんですよ。税金が 36% ですから。ところがどうでしょうか、今の20代の方は 48% も税金を取られて、よし結婚しよう、よし子供もという気持ちになりますでしょうか。若い頃ですね、今より生ぬるい税率で過ごしていたおっさんたちが、今の若い人 48% の税率に苦しんで、今の若い人に結婚しなさい、子供を産みなさいというのは非常に自分たちで残酷なことであります。この重税、実質税率 48% を何とか何とかに下げないと誰も子供を産んでもらえません。若い人は希望を持てません。子供を作ろうかな、勇気になれません。ですので私は消費税を減税しろ、いずれ廃止しろと言っているわけでございます。こういう話ですぐ財源は緩やかに出てくるんですけれども、 0% から 3%、 3% から 5%、 5% から 8%、6% から 10%、 今まで消費税率4回の値上げがありましたけれども、
税収の総額が下がっております。でこれは経済が非影響ですから当たり前ですよね。財務省はこのことは重々承知しております。消費税率を 8% に下げさえすれば景気が良くなって税収の総額は上がると財務省はこのことを重々承知しておりますが隠しております。言いません。いずれ 20%、30% に消費税をしたい財務省はこのことを一切言いません。合計4回の消費税率値上げ、そのたびに税収の総額が下がったのですから今からですね 10%、8%、 8%、5% 消費税率を下げるたびに逆の現象が起こり税収の総額は上がるはずであります。消費税を減税して財源はどうする、そんな失敗はする必要はないのであります。皆様は財務省に騙されております。財務省に騙されている政治家に騙されております。消費税率を下げれば景気が良くなり税金が増える、そうに決まっているのであります。ですけれども世の中にはなんとかなんとかして消費税を増額したい勢力というのがあります。財務省なんですけれども財務省の天下りの竹松竹梅とある竹どこかと言いますと IMF 国際通貨基金であります。ここがですね財務省の天下りの金でありまして消費税率を上げることに成功した財務官僚は退職後は IMF の理事になっちゃったりしております。でですねこの IMF の理事に天下りした財務省の官僚は何をやるかというと財務省の後輩のために日本は消費税 17% でないとダメだみたいなことをしょっちゅう言うんですね。財務省がどうしてこんなに増税したいか何を目的としているのかこれはですね 100% 増税 100% 自分らが配布する、こういうですね北朝鮮みたいな国を目指しているんですよ。財務省は人々から全てを奪い分配するのを自分らが差配する、これ形を変えた共産主義であります。財務省は究極的にこういうことを目指しておりますので決して増税をやめません。減税すれば景気が良くなって税収が上がるとは口が裂けても言いません。財務省の官僚は東大の法学部だらけだそうでありますが私正直頭が悪いとバカにしております。財務省の官僚は頭が悪いな正直軽蔑しております。それはなぜか、だって財務省の官僚の小山も増税された重税に苦しむんですから、自分たちの小山もが苦しむ重税を今一生懸命作っている財務省の官僚どもは本当に浅はかで先が見えなくて遠くが見えない愚か者ぞろい、自分の小山ものことを考えずに今だけ良ければいい、俺さえ良ければいい、そのことは俺は知らない、
本当に若者ぞろいの財務省の官僚であります。そしてもっとバカなのが財務省の官僚に洗脳されて増税を一生懸命やろうとしている自民党さんであります。岸田政権、岸田文雄総理は義理の弟さんが元財務省でして、すっかりバカな財務省の官僚に洗脳されておりまして、増税のことしか頭にありません。増税していっぱいお金をとりあえず集めて配ることには熱心なんですよね。節電したらポイントを配ります。10万円一律給付します。そんなのはいらないから減税してほしいんですよ。最初から多めに取り立てないでほしいんですよ。消費税の減税が最も公平な減税であります。それは使った人はそれなりに取られて、使わない人は使わないなりに減税を恩恵を受けられるからであります。これぞ公平であります。実質税負担率 48% の超重税国家、若者が未来に希望を持てない国家、結婚しようと思わない国家、こんなことはもうやめなくてはいけません。消費税 10% はいずれ 0% にしなくてはなりません。税率を下げるために税収の総額は増えますので、財源のことは心配ありません。財源財源言うやつは、ああこの人は頭が悪いんだなって思って遠くから軽蔑していてください。賢い皆様は騙されません。私の言葉を最もだなって思う方は賢い人であります。財源財源言ってくれる人はバカな財務省の官僚に洗脳された、さらにバカな政治家どもであります。ということを日本改革党の楠田良治は訴えさせていただいております。東京選挙区に立候補しておりますので、私の言うことが最もだな、思った賢い方は投票用紙に靴だと、書いてください。私の言ってることを理解できなかった方は書かなくていいです。今日はどうも大きな声でお騒がしました。ありがとうございます。